思い出のガンプラキットレビュー集。機動新世紀ガンダム X。ガンダムグアサー5。ガンダムグアサー5とは、機動新世紀ガンダム X に登場する、フロスト兄弟の兄の方が乗るゲテモノモビルスーツである。私の相場は凶暴です。で有名な、シャギア・フロストがかる、ライバル、というより悪役のガンダムなんだよね。デザイン的には、ドラゴン、シェンロン、アルトロンと続いた、腕が伸びる、ガンダムなんだけど、なんというか、悪魔的な印象が半端ないのと、フロスト兄弟の独特のオーラのせいで、当時から色々とネタにされていたガンダムなわけですよ。武器は、腕部のストライククローとクローについたビームガン、それにおなじみのビームサーベルだよ。メインウェポンのメガソニック砲は、小型サテライトキャノンとも呼ばれる半端ねえ兵器なんで、ゲームとかでのマップ兵器でもおなじみだよね。当時としてもキャラが住んで立っていたもんで、ゲテモノモビルスーツが好きなマニア以外にも人気はあったよ。本当にね。何気に、久しぶりのゼータ顔のガンダムだったのだー。パイロットは、シャギア・フロスト。私の相場は凶暴です。のイケメンボイスの名セリフが有名な、シャギーがかかった19歳。しかも、ガンダム X のラスボスなんだよね。ガンダム X の変態兄弟で有名な、フロスト兄弟の兄さんキャラなのだー。元はニュータイプ研究所で訓練なんてしてた人なんだけど、フラッシュシステムを動かせなかったんで、弟のオルバと共に、カテゴリー F の楽園を押されていらない子扱いされ、それを逆恨みして自分たち以外の人類を粛清しようとした、とんでもないキャラクターなのだー。さらに、双子の弟のオルバとは、兄弟間でテレパシーができるというキモい能力まで持ってたんだよ。パないねー。デザインの元ネタは、実写版ナイトヘッドの桐原兄弟らしく、シャギアが19歳の設定なのにやたらと老けて見えるのはそのせいなのさ。ちなみに、アニメ版のナイトヘッドでは、中の人が同じ森川さんなんだよね。兄さんキャラってことで、今ならうちハイたちを連想させるところだけど、やってることはマダラの方が近いよねー。当時で言えば、デッカマンブレードの相場兄弟かな？中の人が森川さんだけにねー。キットの値段は500円。スタンダードサイズのキットなんだけど、しっかりメガソニック砲や、腕部の伸縮機構が再現されてるのが売りなんだよね。ギミック自体は、ガンダムウィングのアルトロンガンダムみたいなもんだけど、機構的には若干進歩が見られたものなんだ。モールドが甘かったり、ボディパーツが露出するところが多いとか、今でいうところの回収点が多いキットなんだけど、500円でこれだけボリュームがあったらマシな方ってもんですよ。当時としては、メガソニック砲の発射体制の再現とかが定番の改造だったものだけど、貧弱なイメージの下半身のボリュームを改善させたりもするもんで、腕部を伸ばしても地面に手が届かなかったりしたわけだよ。参ったねー。まあ、ガンダム X の新作キットも発売されたことだし、この旧キットを買い直した人もいるだろうしねー。やっぱり、ガンダム X とニコイチで作りたいねー。無難っていうより、おっさんモデラーが大好きな改造方法だよねー。制作時間の短縮ってのは、結構重要なのですぜ。キットを改造してる最中に、リメイクされたキットの発売が告知されちゃうという悲しい経験は、モデラーなら一度や二度は経験してるはずなのだー。